いもそれ履くの。そうそうそう。二人とも。トムくん普通のスリッパ、なんかちょっとでも夏用のスリッパ。おはようございます。かなみちゃんの妹の新居の方に今日は行きたいと思います。はい、手放しやめてください。絶対にちょっとあの立ってから数ヶ月は経ってるんですけど、お邪魔するお邪魔するって言いながら手ぶらではお邪魔できないなということで、はい、お祝いをね、はい、買っていこうじゃないかと思ってたらえらい遅くなったという経緯がございまして、今日無事買えたので楽天スーパーセールで買ったものとかはねまた後で見せるんですけど、どでかいので結構大変です。そうですね。でもあのなんかびっくりさせるとかネタでとかは全然なくて、あのリクエストだって、リクエスト、出産祝いと新居祝いとで、うん、その代わりで、ね、ルームツアーさせろよっていうことでルームツアーさせてもらおうかなと思っております。簡単でございます。ね、まずはねあのお昼ご飯食べてないのでくら寿司さんの方に行っていきたいと思います。思います。勝手に温度下げるの。暑いか。買っとっちゃうぞお前。いいね、もうとんちゃう。こっちの家みたいもんや。また裸足で来たんかって言われとったで。やっぱりそう思う。でもな、人んち裸足で行くのはどうかなと思うけど、ご近所さんちとかも裸足で行くから私。多少もや、全然気にせずに裸足で行くわ、この人。やっぱ礼儀としてはやってないですよね。やってないと思う。なんでそこを直せない。我が家の靴下の洗濯の量が増える方が嫌なんですか。靴下洗濯するのが嫌や。私ほら、子供の頃から靴下嫌いだったっておかん言ってたやろ。知らん。靴下履くの嫌いやん。いや、なんかスリッパでも貸してよ。妹はちゃんと化粧してるのね。なんであんた化粧してるん。いや、今さら見てみや、ドスッピーって髪がもうボッソボサやだもん。スリッパ持ってきやる。ありがとう。これでもスリッパも汚れるけど。スリッパ持ってきやめてもらって。真っ白も崩しただけ。これサラピンやでしょ。すごいサラピンや。サラピンできたらね。引っ越しようじゃん。引っ越しすごい。いやいや。いや。熱い。これいいで。うん。そんなや。それすごいな。それ痛くならへんの？全然鼻音とか痛くないよ。無印とかで売ってんで。へえ。スッピーは妹やけど、旦那さんは他人や。気にしてはる？この間言って3人とも。3人。何？マミちゃんも、ちゃんもうお父さんも私も話できた。びっくりした。恥ずかしいの。恥ずかしかった。びっくりした。びっくりしたよ。なんか言ってなかったそれ。トーク。この間なんか言ってた。なんかおさちゃんに言ってた。いや私やな言って。あ、じゃあ思い出した。なんかその話をしてて、うん、なんかおとちゃんね、パパも裸足で歩いたことないのに。家主が裸足で歩いたことないのに。歩いたことないのに、私とおとんとおかんは裸足でペッと。確かにスッピーもちゃんとこれ履いてるから。なんで裸足で歩かへんの？だからお風呂上がり以外は裸足では歩かへんのじゃん。お風呂上がりも裸足で歩く。お風呂上がりもそれ履くん。そうそうそう。二人とも？トムくん普通のスリッパ、なんかちょっとでも夏用のスリッパ。いや、ほんまにな。そういうとこしっかりしてもらって、その家にお邪魔すんねんからかな。じゃあその入った後にな、ロボット掃除機でもかけてくれや。だからトモくんが全部ひっくり返してかけてた言うてたやん。この間のうちら帰った後、こいつほらこんな見てみや、こいつはこの動画は絶対トモくんも見るからな。テーブルの上に乗ってはるで。いきなりカバーしてくれるな、かなちゃんは。私別にあんたは話してきてもいいよ。いや、俺んちはいいよ。嫌や。逆に嫌なの。足の裏になんかつくの嫌やん、人んちって。逆にそれ嫌じゃないのって思う。全然気になる。なんかそういったことあるやん。ルームツアーせなあかんから、ほんまに ネタ起きなあかんね。うん。ということで、ルームツアーの方を始めていきたいと思います。ここが、で、リビングです。全体撮ってるんですけど、今ね。こっちのカメラで。撮ってる。だってちょっと、うん、始める前に飲んどくってやもん、ね、めっちゃこの部屋いいと思うんですけど、もうなんかくつろげるところがあって、ここテーブルなんですけど、テーブルもあって、ほんでそこで遊べるし、どれぐらい気に入ってますか？あ、気に入ってます、気に入ってますですよね。っていうなら畳の部屋があってもよかったなって思う。できたら思うよ。それいらんなって思ってて、見に行ってる時も、うん、あったんやけど、畳っているみたいな。え、それ夫婦で言った、そういう話で。そう、うん、まあいらぬちゃんみたいな。ああ、そうなんや。夫婦でもうなくてもいっちゃうっていう話になって、ない部屋を選んだ。部屋にあっ
した方が遊び場ができるやん、子供できてから思う、確かにな。なんかさ、こんなん言ったらあれけどさ、うちのさ家のリビングの方が広いはずやのに、なんでこんなにこの方が安いな。じゃあね、あんたちゃん物が多すぎる、断然広いよそら。なんか知らんけど俺ちゃ過ごしにくい、誰かが来ても居るとこないから。ほんまにそれは思う、思うよな。何持っていいか分からへん、ソファーもちっちゃいやん。ああそうそう、開催をしてんのに翼くんがこの間もソファー見に行ったのに芋って買わへん。だって40万円。ああ、色安い。私が欲しいって言ったの20万でも20万でもな、見た目、私は機能的で、このなんていうの、この頭のところも、上までついてるやつが、なんか調整できるみたいな。ああ、めっちゃいい。車乗らない。めっちゃいいやん。だってこのソファーをすぐ決まった。だってソファーも半年ぐらいかかったよ。すっきりは何でもいいんじゃないって言ったら、うーんみたいな風に落ちひん感じやったから顔には当たらへんかって。でこのソファーは珍しく、おこれいいやんってなって、トモくんもな、2人でこれでいいなってなったから買ったんや。へえ。見た目なんてどうでもいいわ私。見た目の悪いソファーとかある？あるよ。ないね。ありますね。ないね。考えたの。こだわったアンソファになっちゃったやろ。最近毎日毎日ヨウくんが解体する、はい、ね。これリビングは何点ですか、スッピー的に。何点やろ、100点満点中でも80点ぐらい。ああ、いいです、点数高いです。高いぐらい。マスキングテープやんな。はい。なんでこの壁さ、このボコボコやのマスキングテープがつくん。うちの家の壁くっつかへんねんけど、こんな軽いやつやの。ああ、軽いからか。ほんまにしょうもないと言ってたね。シェリーメイちゃんが好きなの。ダッフィー。ダッフィーやで、これ。ああ、ダッフィーな。シェリーメイちゃんが好きなのは、あ、そうな。うちはシェリーメイちゃん。スッピーがダッフィーが好きなの。あ、そうなの。うちダッフィーとシェリーメイちゃんの見分け方だけ教えてもらって。リボンがあるかないか。これダッフィー。ああ、これシェリーメイちゃん。ちょっと色薄い。目が青いです、シェリーメイちゃん。コスちゃんの一番のお気に入りダッフィー誰？それや。これは断然、これやな。ベースマウンテンの。ああ、なんで？はい、ちょっとからなんでこんなにいっぱいあるのよ、これなんでこれなの。じゃあこれいくらで買ったの。高かったで、1万近くじゃんじゃかな。もっとなんか個性派いるやん、こういうのさ、こういう個性派のやつもいる中でこれ。え、これは今度はダッフィー界隈からしてもちょっとレアな。ダッフィーこれでは、で、顔が違うやろは。おちょこっとどれとどれ顔違うんですか。これと、あ、はい、顔が違うじゃないですか、はい、舌出てるのは分かりますか。舌出てないんですよ、最近のダッフィーは。この人出てますよ、ダッフィーは舌が出てる。舌出てる。古いのは舌が出てる。この人とこの人では顔違うんですか。多分初期のやつの方がここは出てんね。確かに上から見たら高さ、鼻の高さ違うんですよ。分かります皆さん。興味のない人からしたら本当にとんでもないことですよね。もう絶対この家のこだわりポイントもここじゃない。さすがにここに刺してもらって違う。はいはい。逆にさ、ボンバーポイントくらい。ああ、まあせやな、ちょっと日当たり悪い。え、なんでテレビに反射すんねん。これ多分法律上つけないといけない。つけないといけないまで遮光したいんだ。必要な感じの窓やん。どうしてんのみんなって思う。はい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 。それじゃあ、キッチンの方へ。あなたも使えるか。とっても好感が持てるのはね、豆苗を育てて貼るところがとっても好感持てましたね。これがめっちゃペタペタする。あ、これシート油ちゃんとなっぱれたら、ここだけペタペタするけど、俺んちヌルヌルしてるからな。俺んち何も聞いてない。どっちの方がいいかっていう話ね。そんなもん。これさ、でも開けるときこれまでいちいち話さなかった。あ、でもここの中にコンロとか入れたらいいって言って俺らも入れた。入れました、スーちゃんの。そうそう、聞いて、あ、そうや、ここにもう何にもすっかかんで、ずっと2年ぐらいやらせます。そんなことないで、ちょっと入れてたの。普段、季節も多いですやろ、ここは。あ、そうです、季節も入れて。俺がいいなと思ったのは、ここ通れるやろ、ここ通れますやん。で、こう来て、ぐるーって回って、ここも通れるねん。これめっちゃ良くないって言ったら、別に良くないみたいなこと言われて。良くない。ここに収納がある方が何でもいい。収納にしてもさ、ここに窓があるからさ、うん、あそこ塞いじゃうことになるのかな。だからそうかな。これほんま良くない。これ我が家にもあるけど、これめっちゃいい。ほん
これいい。これちゃんとヒーターあるわ、ここは。絶対調味料あるもんはね、お母さんからもらうもんが一緒です。そうです。あの、はい、アワビのオイスターソースとかも我が家。あれも賞味期限切れてるで。切れてる。そういてやるお前サラちゃんこれサラちゃんこれこれいいな確かにこれこれな、うん、楽やで磁石で、うん、あとはやっぱガスいやなほんまが俺らもガスの方がやっぱって魚焼きつい使ってます持ってくる一回も使ってます直線使ってます直線器はトモ君が使ってます私は使いませんなんでですかトモ君が、まあ、あの夜の洗い物係スッピーがする担当じゃないからってことそうでも直線器はトモ君が使ってますは未だにこいつのある意味がわからんいらんのでもさこれ25万かかってんねん手で洗うわって思う使ったことないけどでも電気代ガス代水道代が、うんかかるわけやんそうお湯が出るからねねんで別に、うんうん、俺が終わったり、うんうん、別にさこのタブレットもかかるやんみたいな、うん、手洗いの方が絶対25万がこいつかかっていいんやから25万円分換算したら何十人かかかったんだ元を取るのにいいと思うけどある方が、うん、俺もいいと思う、まあ、使い出したらそうなのかもしれんなあでここで食器類ここ入れてで、上もなんか、その収納で、パリボンしてあって、いいですねラムネ引いてあ、勝手に開けるのやめてくださいねあ、ラムネのもトモ君のストックしか入ってないのスッピー取られへんもんなそうそうトモ君、キノコカメにしか食べるんですか食べるの確かに、どうすんやろな、これ好きでしたっけあ、混ぜるやつじゃん、これキノコ食えるの、トモ君じゃあ、これ多分お母さんからもらったと思うねあ、ほら、どっかで食べなあかんねえ、もう切れるやんほんまやね、今月はねなんか、まあ言ってた気がするな忘れないように出しておきます忘れないようにこれあれ持って帰ってくださいなんでこの床からほらコストコで買ったなんかベトナムから逆輸入しているやつ辛いやつ点数だけ聞いて次お風呂場行きたいと思います7 10点ぐらいあ10点ぐらいまあ女性そこは気に入ってないんですサントリーがないとカップボードが1個ないんですカップボードが1個ないですここ2個セットね今2個セットなんですけど、はあ、ここはドアがあるから違う違う違うこれカップボード本来もう1個あったのはあ、こっちの分なでも、なんかほんまにつける日に気づかはったよなこれ良かったしあるある無理ですあるあるそういうのある僕が一番良かったと今のところ見て思うところですここはね僕もうほんまに100点ですここ私めっちゃ広いよなだってめちゃくちゃ広くないこの何ここのスペース最高じゃないほんまにいいなサーキュレーターも置いてね洗濯物洗濯物も乾かせるしかそこに換気扇ついてるから湿気出ていくし洗濯機はほんでこれを買ってもらったんでうちの親にあ、ユージお父さんはい、新築祝い出産祝いいただきましたこれ最高ほんまに俺ここに住みたいですいいよ100点これははい、そうですよねお風呂も広いお風呂見ていいですか俺ちは風呂でかいうん、風呂大きい浴室カードついてますいいなぁここに我が家よりも我が家ついてないですよまさくんがケチってつけませんでしたからお風呂ちょっと綺麗なのに椅子高ないですかそうなしてもらいますけどあったかいっすね椅子高めやね椅子高めっすそれ以外は100点ですよ以外はそうですね、はい、私は多分ないなぁ玄関こちらになります。で、ここが靴のシューズクロール。これ上でも開けれるんですよ。これ開けれんねんけど、何入ってんやろな。僕はここで確認しておきましょうか。あー。そうじゃ何もないし。特に言わない。多分、ほんまに手がないから。これ何すか？なんか持ってくるわ。これトイレですか？これトイレ。あ、トイレちょっとしよう。トイレいいっすよ。トイレいい感じです。トイレはブルーレップちゃんと上から当たるタイプじゃないのもあるんですよ我が家に当たらないこれ当たるんでバッチリですちょっとほんなら2階の方に僕から行っていいですか階段も全部このミッキンクッションが付けられてて廊下とミッキンがありますあれちゃん入っていい部屋を教えていただけたらと思いますなんでまたこんなテレビがあるような部屋が別々寝てるからあじゃあゆくゆくはここがおとちゃんの部屋とかになるんですかあ、ここがおとちゃんの部屋これ物置な物なんかありませんねオープンクローゼット物置
やん。え、どうした？綺麗すぎる。この部屋も結構広いっす。そうそう、これがまあ一応第二子が生まれたら第二子の部屋に用に使ってあげよ う, そ う, そう使おうかなと思ってた部屋。第二子は生まれないんですよね、それが。え、ほんまに全部見せるやつよ。で、ここがここ、あー、収納なんか少ないとか言ってたけどあるやん。そうそうそう。で、ここで寝てる。シャモジプレゼントこういうことか。です。最近の炊飯器。炊飯器は手が多分ないです。多分一緒やねんけど、俺らのモデルの新しい版みたいな。おしろさん。おお。見て、すーちゃん取って。取って。手があるでしょ。ああ、これね。たまに取ってこれ。いいんですよ。ははははは。これだけちょっと言わせて。最近気づいてんけど、これね、選べるモードがね、このケア、馬抱き、うつ、もう時間があるときはこれで炊いてください。でね、炊き込みモードっていうのがございます。炊き込みご飯するとき、この炊き込みモードでうちずっと作ってたんです。もう一回押すとおこげマークが出ます。出ますので、これに最近気づきまして。なんかあったやろ、実家の炊飯器の。これ押してください。いや、それだけ使えたからときに、はい。ギリいけますね、ちょうど。よし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 。じゃあ開けてもらったらこれ多分もう耐熱ボールとか入ってる。あ、そうやそうや、そこに耐熱ボール入る。これおすすめの機能があるね。何？ホットミルクとか作ろうと思ってチンするやん。そうなの。今何度かって出るの？あ、出る出る。ビューンって上がっていくね。上がっていくのあるな。はい、君たちこれです。うわ、すごい。え、何味か分からん。謎ファンタ、ミステリー謎ファンタです、君たち。なるほど。ヨウくんはリンゴジュチュ。何か分からへん。何か分からへんし、多分謎のレトロ味の正体は何からしい。へぇ、すみません、今日も長らくお付き合いいただきましてすいませんね。いい、とんでもありません。ありがとうございました。ありがとうございました。無果汁でゼロカロリーらしいです。え、ゼロカロリーなの？ゼロカロリー、まずいんじゃない？失礼。乾杯。乾杯。うわ、わからん。え、でも匂いでわからん、これ。俺のは桃かなと思う。いや、桃やろ。あ、全員同じか。一緒やろ、それは。ネクター、ネクター味や。これ飲んだことある人コメントください。ネクター味かどうか。桃、こんなわかりやすい？バカ自宅君らがわかるぐらい。じゃあ何味だって言うんだい、君は。全然わからんかった。桃って言われて、あ、桃なんかって思った。桃や、ちゃう。わかるか。バナナ&ピーチバブルガム。このガムの味らしい。おいしい。あー、それのな。どうですか、スッピー、改めて引っ越してきてみて。いや、でも引っ越してきてみてよかったなと。うん、でもちょっと不便。なんで？向こうの家が便利やったから、やっぱり都会やったから。あ、立地的にね、うん、ちょっと田舎の方になったからっていうので。だってよ、なあ、21分できたからいいよ、まで。でもマンションも検討したと思うねん、多分。うん、あ、マンションはなかった。あ、検討してないんや。もう戸建て一択。一択やった。でもその以前マンションに住んでて、立地を外して、うん、一軒家に引っ越してきたら、一軒家に。階段がめんどくさい。わかるわー。階段、あ、忘れたってなる。ほんまに。二階に行くとき、用事を一個にまとめて。階段はほんまに必要ないよな。うん。やったら、まあ、土地広くな。こっちが、うん、まあ、いるからな。しゃあないやろうけど。あと、虫かな、やっぱり。ちっちゃいなんか、そう、さっき言った赤ちゃんがさ、うん。出てさ、赤ちゃん怖ない、成虫より。いや、赤ちゃん、いや、赤ちゃんの方がいいわ、出るんやって。いや、違う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 。だって親がおるっていう証やって言えない、うんうん、親って、こう、でっかいやつやったらさ、あ、外から入ってきた可能性があるやん、うん、じゃあ、外から入ってこへんから。あー、なるほど、赤ちゃん外から入ってこへんから。そんなくん、ダスキン呼ぶとか言い出してさ。まだ赤ちゃんよ、赤ちゃんしか出てないのにダスキン呼ぶ。これから冬やから大丈夫じゃん。あの、全部やってんねんで、エアコンのやつも。全然やってなくない。ホースもやってし。エアコンのやつであれ、綺麗にするってこと？じゃあ、ホースの。あ、へぇ、そう、ホースから入ってくる。ホースから入ってくるからね。家中の周りにゴキブリキャップの野外版。めっちゃ置いてあったな、野外版な。めっちゃ出たんよ。言ってたな。でっかいのが、トモクいた時やったらよかったけど。あ、そうだ。一人やったらもう。冷え上がってた。あ、もう、外に出てどうしようってなって。セミはこの間、マミちゃんに使えてもらう。ベランダで死んでたん、セミ。
で無理やったからマミちゃん、マミちゃん行けるって言ったらマミちゃんに泊まってんの、あの画像使いたいからこの会話を入れとくあれはどうですか、育児の方、育児の方はまだでも全然、まあ、許容範囲内というか、お昼間はもう一人でしょ、ずっと一人、一人、うん、だけど、まあまだおとなしい方かなと思う、おとちゃん、うん、おとなしい方があんまり泣かへんのかな、なんで泣いてんのかわからん時はないないな、抱っこしてもや泣きやまへんみたいな、うん、あんまりない、それでしょ、なんかさ、いろんなさあるやん、怖い、なんかさは何なんかほら、発達障害とか、あーそうそう、なんそんなの気になるの、めっちゃ気になる、あ、そうなの、心配、この人と全然違うだ、めっちゃもう毎日心配、えそんなちょっと考え込んでしまうぐらい心配、心配、あと死なへんかなって思う、あ、死なへんのは思ってたで、死なへんのは6ヶ月まで思ってたな、ほんまにそう、6ヶ月までって言うやん、SIDS、うん、まあ、さ心配やわな、そう、今日も起きた時に来てくれてありがとうって思う、え言ったことないでましたいや、思ってたよ、思ってたわな、うん、よかった、生きてたわ、うん、朝起こしたら、今何ヶ月だったっけ、今2ヶ月半ぐらい、2ヶ月半ぐらい、でも発達はほんまになってみないとわからへん、そうそうそう、わからへんや、2歳とか3歳とか、うん、0歳じゃわからへんや、わからへん、ヨウくんでもまだわからへんね、ヨウくんまだわからへんね、うん、全然喋らへん、やっぱやか、だからなんなんてなるかもしれんけど、うん、親としては心配やな、心配やな、大丈夫大丈夫、目の前に発達障害、発達障害、私喋るわ、大丈夫ですよ、あの生きてくれれば健康に、だってあんたも絶対なんかあるってだって青すぎるもん、何がクフも言えへんねんで、ちょっとね、あのスッピーは多分アホやとみんなに思われてないからうん、あかん言ってあかんか、イメージ的にはそう、アホアホじゃないもん、そうや、私ずっと言ってんねん、これ子供の頃から、あ、そうだ、あの、あのお母さんに なあいつだって変や、アホすぎるってもう私だって勉強してたん、すぐに小学生の時とか、うん、もうほんまにイライラしてめっちゃ芝居てたもんな、でもあかんないあれやね、俺もあの成人とまでは言わんけど、これよく言うの、うん、右と左分かるまで時間かかってる、でも今何も分かってないで、分からん、右と左分からんやろ、分からへん、とっさに分からん、分からん、とっさに分かる、分かる、分かる、考えな分からん、お箸持つ方って言われても分からん、だから私いつも言うもん、普通に右って言っても分からん、お箸持つ方やで、ほんならなんで今日さナビしたら分かる、だから考えながら出たよ、でこっちとか言ったよ、スマホ持ちながら、あ、そっかそっか、右と左分からんっていうのは結構、まあ、だから何かしらあると思って、私はずっと子供の頃から思ってたけど、こうやって立派にね、仕事もして、結婚もして子供も生まれてますから、俺なんか別にいいや、うん、それ思うねんけどさ、その幼い頃にそういうことがあって、わからんことがあったり、まあまあ、勉強ができひんかったりしても、うん、もう一軒家に住んで、うん、結婚して、うん、子供を産んだらさ、うん、それ以上だ、まあ、な、別に過食ある必要ってあるんだよ、うんうん、一般常識さえね、あればいいと思う、常識系や、常識系やで、割とうるさい方や、厳しい方や、やったあかんことやったりしたら、うん、厳しい、すぐマミちゃんに怒るもんな、うん、あの情報聞きないからな、もう私も常識ないから話できちゃったけどだって妹の家やで、妹の家やけど、ともくんの家でもあるから、とも先生が怒ったらあかんと、ほんなら次は片足だけ入ってくる、怒ったわけじゃない、半分よ、半分妹の家から半分は話してくる、蹴り飛ばされてる、蹴り飛ばされてる、ごめんごめん、これどうなんやろな、何が、他の人らは話、話でもし相手方のお姉さんか友達とかでもそうやけど、うん、自分家に来る気張るときに裸足で上がれたら嫌かどうかな、うん、俺は全く気にせん、私も気にしへん、私も気にしへんけど、最初ご近所さんちもちゃんと私靴下履いてたやんか、いてたな、いたけど、なんかある日はさ、まあいっかででも翼くんの実家も私最初は履いてたで、履いてたやん、へ、皆さんのご家庭どうですか、裸足で来られたら怒りますか帰った後死ぬほどクイックルワイパー、クイックルワイパーな、かけまくってるんちゃう、かけまくってる、暑、うん、かったら持ってきたらいいねんか、なんで持ってこなあかんの、妹ん家に来んのに、じゃ妹ん家、まあええわ、貸してや、ほんなら靴下嫌やって言うね、私が靴下履いたらスーの靴下貸してったら嫌や、あーそれは嫌や、ツッピー潔癖ではない、潔癖ちゃう、え、でももう緩くない、割とだいぶマシになったで、それなんでなん、俺結婚してからちゃうマシになったの、かなみちゃんと結婚してから、あ、子供が生まれてマシになった、いや、だいぶでも前からマシやで、あ、そうなんや、
うん、でもお風呂屋さんとか行ったら絶対ずっと自分の足元にタオル引いてんの。あ、まあそれはまあそうでしたよ。生活で。生活はでもだって俺このコップで飲んだで今、うん、そうやな。だから使わへんの。じゃあ吸わもう。え、うん、まあ使うよ。使うよ。え、掘る。そのこの缶とか不感くなったの。あ、ここ。あの、うん、飲む前にな。だって俺あのスッピーにの、うん、なんかこう新しい、まあ、今みたいに新商品が出てるまで、うん、買ってきて飲んでちょっと飲んでみる、うん、の飲めはったってこの前。飲める飲める。で俺は血縁でもなんでもない、うんうんうん、やけど飲まはったからマシンだったんやなって。小汚いおじさん、小汚いおじさんのジュースを飲んだっていうことやんか、うん、でなんかスッピーはあそこ行くんやって俺だったの、うん、それ大丈夫。それは大丈夫。夫婦間ももちろん大丈夫だ。やばない。あでもおんで、あでもかじったのもかじの嫌やな。あ、かじったのは嫌なの。誰でも嫌や。お父ちゃんは。お父ちゃん。お父ちゃんは今日みたいに、ようくんが卵をビューって食ったやつを、うん、食うてって言ってくるだもん。うん。でも食べてるやん、ようくんが食べろって言った。ほんまや。いやいや、そうな顔しながら。嫌やなと思いながら。ひどいな、やんか。それ実は俺も嫌や。翼くんも嫌や。なんだよ、翼くんとかがスーよりヨークの綺麗や。そや、そうや。そうやな。ほんまに、なんかソファーとかもほんまに嫌やけど。ソファー？もうしゃあないよね。ソファーだから、外に出た服。着ていった服をそのまま座られたら嫌なの。そうそうそう。めちゃくちゃやってたけど。じゃあいいね、もう。もうそこも。買い替えた時から決めてて。そのことに関してはもう触れないでおこうって。そう、もう許そうって自分の中で。へぇー。でも私だけのお金で買ったソファーじゃないや。ああ、そりゃそうやろ。前のソファーは私が買ったソファー。ああ、はい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 。だから言ってたけど、でまあ子供も生まれたし、うん、もうそんな気にしてもしゃあないな。ヨークも来るしさ、他の子も来るやろしさ。ほんならもうちょっとあと、これだけ言うと。はい。かよちゃん、このお家、何億点ですか。5億3263億点です。億点です。ありがとうございました。億2回出てきてもた。超とか言うんかと思った。でもいい家でした。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまたな。またね、あとじゃあ。バイバーイ。バイバーイ。何座ったやったっけ。まだ、まだやけど、だいぶこの子しっかりしてんね。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。